伝えるから。はい、行きましょう。あ、トヨコさんと伝えてきます。ちょっと寒くないですよ。これは無料無料無料です。あれじゃん、ちょっとつけるよ。あの、そっちで待ってよ。え、待って。まず一人がね、マスクをして動きます。で、それを見てます。もう一人がね、見ててすぐ真似ます。で、見てください。相手が真似られた動きを。その真似られた動きに対してあなたが最初に目隠しした動きはコントラストを作ります。自分の動きの間のコントラストです。そうやって関係づけていきます。だから自分が自分の動きをトレースしたら見えません。もともと自分の動きは自分で見えません。繰り返さない限りはね。鏡見たり、ビデオで撮ったり、この記録したものを見返さない限り、自分の動きって見えてないんですから、ね、感じてはいると見えてない。でも見てる対象を最初から置いておくと、それを動くすぐ真似て動いてくれる。でも完璧に真似てるわけじゃないでしょ。でも可能ものでもそのことは知っているけども、かなりの部分で嫌なんだろうなという信頼関係がまず今みたいにずっとやってきて作ってるわけだ。最初から、よそに行ってワークショップ行ってさ、ね、二人で組んだからたまたま偶然に組んで嫌なことやりましょう、やれっこねって言って最初それぞれ違うんだからということもあります。はい、じゃんけんしてどっちが目をつけるんですか。先に、はい、じゃあ先に、これはちょっとつけてくるんですか。そう、今動く間、動く間、はい、まず、はい、で、まず音をかけますから、書いていかない、やってもらいますからね。どうぞ、音がどんな音かによっても違うだろうけども、今までやったの全部覚えていてね、深呼吸することも、はい、ブリージングすることも、人流れで動くこともやりながら、動きます。まず音を感じるまで動くなんていうことは、ここ空いてるんだからね、今日のね。まずほぼ1分から2分。
優雅な動きをしてたと。まあ動きの種類がさほどなかったから、だいぶ覚えやすかったと思うし、記憶しやすかったとは思うけども、ね、まあ大体これで1分ちょっとです。これに対して、ですか、要は自分の動きを見たわけだから、見たものをね、それに対して自分の動き、新たな自分の動きとして、これとは全く条件の違うコントラ的要素を作ってください。コントラ。対照的な、違う。自分が出したデータから全く遠い世界のこと、遠い動きのこと、関係の違う遠い、ソロの動きや。うん、よ、開けた。もう目を開けてないから。誰も真似られない動きだから、それは。こう独特であって。さっきのが自分でニアだとすれば、このやることは自分からファーなんで。ということになるんだよ。どっちがファー、ニアにしてもファーにやったら、まだ関係が違うと覚える。一緒に。音だってそのつもり。やったの。とりあえず、橘さんも当然そのつもりでやってくれる。音お願いします。よろしく。